今回はカラーマジック上級編を行いたいと思います。それではやっていきます。このように色が変化しました。うまく反応しなかったものもあるので、今から順を追って説明していきます。そしてできた水溶液をフェノールフタレインに加えると、水酸化ナトリウムが反応して赤色になります。そしてこの水溶液を塩酸に加えると可逆反応が起こるため、ヨウ素の茶色が出てくるわけです。で最後にこちらにできた水溶液をデンプン溶液に入れることで、ヨウ素デンプン反応が来て青色に変化します。で解説を終わります。